アナコンダはアメリカ合衆国モンタナ州ディアロッジー軍の都市である。市と軍が一体となって統合市軍を形成しており、当然同軍の軍庁所在地である。山岳の多い州南西部にある。大陸分水海が市の南8マイルを通っており、近くにあるピントラー山は高さ1379フィートに達する。2010年の国勢調査で、 人口は九千二百九十八人だった。この時の住民一人当たり収入は二2千百六十三米ドル。世帯当たり収入の中央値は二万六千三百五米ドルだった。モンタナ州では人口で第九位の町である。アナコンダの中心は標高五千三百三十五フィートにある。近くにはオポチュニティやウェストバレーの町がある。ディアロッチ郡すなわち アナコンダ氏は、広さが741平方マイルあり、密生した森林地、湖、山及びレクリエーション地が特徴である。ビーバーヘッド軍、ビュート市シ,シルバー防軍統合市軍、グラニット軍、ジェファーソン軍、パウエル軍と境を接している。アナコンダは、道の王様の一人、マーカス・デイリーによって設立された。デイリーは、近くのウォームスプリングス・クリーク沿いに、 銅の精錬所を建てる資金を出し、ビュート銅山から出る銅鉱石を精錬させた。1883年6月、デイリーはカッパーポリスという名前で町を登記申請したが、その名前はすでにマーグンにある別の鉱山町に使われていた。デイリーはその代わりに、当時の郵便局長、クリントン・ムーアから提案されたアナコンダという名前を受け入れた。1九百三年、 アナコンダでアメリカ社会党が市長、財務官、警察裁判所判事、市政委員3人を当選させ、ミシシッピ川合政では初の勝利を得た。社会党はモンタナ州の労働運動の中で成長していた。当初アナコンダ銅山会社は彼らを寛容に扱ったが、社会党が政治的な力を持つようになり、 改革を実行すると脅すようになると、会社は、系統的にその求心的政党の力を削いだ。市の労働者と市政委員は、新しい市長との協業を拒否し、会社は、社会党員を首にし始めた。長い間に、社会党は、アナコンダの地盤を失い、会社が前にも増して、政治的支配力を振るうようになった。アナコンダ会社は長い間に、道の精錬能力を拡大し、 1919年までに和尚リダクションワークスでは、その高さ585フィートの煙突が世界最高の石造り構造物となり、同精錬装置は世界最大の非鉄精錬工場となっていた。1980年、アトランティックリッチフィールドカンパニーが精錬所を閉鎖し、およそ1世紀に及んだ金属加工の歴史を得た。この時から、 環境保護機関による環境浄化作業が始まり、アトランティックリッチフィールドカンパニーの支援で実行されている。数百万ドルをかけた浄化と投資により、ジャックニクラスが設計した18ホールのオールドワークスゴルフ場ができ、トーナメントも行われている。アナコンダ港はビュートアナコンダ歴史地区に含まれている。アナコンダの入り口、西を望む。ありがとうございます。